井上麗奈、井上麗奈、井上麗奈、1976年10月17日帯は、兵庫県西宮市出身の元フィギュアスケート選手、女子シングル、ペアスケーティング。夫はパートナーでもあるジョン・ボルドウィン。アルベールビルオリンピックペア日本代表14位、ペア種目で、冬季オリンピック市上日本代表では最高成績。リレハンメルオリンピック女子シングル日本代表18位。 トリノオリンピックペアアメリカ代表で7位入賞を果たした。早稲田大学卒業。2006年4大陸フィギュアスケート選手権優勝。2004年2006年全米フィギュアスケート選手権優勝。1990年1991年全日本フィギュアスケート選手権1位。ペア競技室上時のパートナーは小山智明日本代表時。 ジョン・ボルドウィン、アメリカ代表時、2009から2010、シーズンアメリカナショナルチーム B メンバー。西宮で出生後、ジップの転勤に伴い、千葉県松戸市へ転居。4歳から競技を開始する。この頃、井上が全息を発症しており、父が何か運動を、と思い、また自宅近くにリンクがあったので、スケートになったと聞きましたと井上本人が明かしている。 1990年、中学1年生の時に小山智明とペアを組み、世界ジュニア選手権に出場しのない。翌1991年は、世界フィギュア選手権にペア代表で初出場し15位に入り、アルベールビルオリンピックの日本ペア代表、出場枠1を獲得する。中学3年生だった1992年のアルベールビルオリンピックには、 小山とのペアで、東京オリンピック初出場を果たす。そのオリンピック本番では、入賞争いには一歩及ばなかったが、ペアでは、日本人最高位となる、総合14位となった。その後、井上の膝の故障により、小山とのペアを解消した。高校2年生だった1994年、リレハンメルオリンピックには、女子シングル代表、出場は国で目指した。 同年1月に行われた国内選考会の第62回全日本フィギュアスケート選手権ではテクニカルプログラム、現、ショートプログラムでは4位と出遅れたが、フリースケーティングでは5種類7回の3回転ジャンプをすべて決め2位となり、総合で2位、優勝した佐藤由香と共に女子シングルで2回目の冬季オリンピック出場を果たした。ところが、オリンピック本番は、 テクニカルプログラムフリーともにジャンプを失敗するミスが響き、総合18位に終わった。それから1ヶ月後、千葉県の幕張メッセで開かれた世界選手権では13位だった。1995年の第63回全日本選手権でショートプログラムは2位だったが、風の悪化による高熱がありながらも翌日のフリーに強行出場した。しかし、 明らかにフラフラの状態でジャンプは2回しか成功できず、フェンスにぶつかるアクシデントもあって、総合12位に終わる。演技終了直後の井上は、リンク上に倒れ込んだまま動けず、自活走者のヤギ沼淳子やコーチ、当時の村隆らが表情で井上を助け起こす場面もあり、その後短歌に運ばれての退場となった、フリーの途中、見かねた観客からは、井上、 の声援が飛んだ後で涙ぐみながらの演技、最後は短歌上で、うつ伏せのまま号泣しながら運ばれる姿が、テレビ中でも映されていた。それから3年後、大学3年生となった1998年、長野オリンピックにも、女子シングル代表、出場枠一のみを目指したが、長野オリンピック前年の1997年12月に、行われた第66回日本選手権では、 優勝した荒川静からに届かず3位に止まり、長野オリンピック代表を逃した。長野オリンピック後は再びペア選手として活動し、2000から2001年シーズンから練習拠点をアメリカに移し、ジョン・ゴルドウィンと組んで活動している。2004年の全米選手権では優勝したが、同年の2004年世界選手権は10位に終わった。井上は2005年9月28日に、 アメリカ合衆国の市民権を獲得し、日本国籍を離脱して、アメリカ国籍となった。井上はこの時、できれば、日本国籍で、鳥のオリンピックに参加したかったんですが、日本は、ペアのレベルが低く、選手層が薄いため、オリンピック出場の夢を叶えるために、アメリカ人になる決心をしました。オリンピックのアメリカ代表になれたらとても誇らしいです。ペアは、新勇と、 長広四白の中国ペアが強いですけど、アメリカ代表としてトリノに行きたいと思っています。とコメントしている。2005から2006シーズン、井上は現地に行ってボルドウィンと恋人同士となるが、そのペアで全米選手権、2006年4大陸選手権で優勝を果たし、トリノオリンピックへはアメリカ代表として選出され、次3回目のオリンピック出場となった。 トリノオリンピック本番のショートプログラムでは、ペア競技でオリンピック史上初となるスロートリプルアクセルの着氷を成功させ、6位スタートとなる。メダルへの期待がかかったフリースケーティングではスロートリプルアクセルに再挑戦するも着氷失敗が響いて、総合で7位入賞に止まった。だが、メダリストや上位選手が出場するエキシビションには3回転半ジャンプを成功させたことと、 上位入賞者が次々出場辞退したこともあり、7位ながらも特別参加となった。トリノオリンピックから1ヶ月後の2006年世界選手権では4位に入賞している。同10月 GP シリーズスケートアメリカで優勝を果たした。2007年世界選手権で一旦アマチュア引退を発表したが、その後引退を撤回し現役続行を宣言する。 2008年全米選手権で復帰を果たし2位となった。この時、フリースケーティングの演技終了後には、表情でパートナーのボルドウィンからプロポーズを受け、表情のプロポーズとして大きな話題となった。なお、井上の返事は出会った。2009から2010シーズン、バンクーバーオリンピックでの引退を表明し先シーズンは回避することが多かった。 スロートリプルアクセルとトリプルスイストを全試合で飛んだ。バンクーバーオリンピック代表入りをかけた2010年、全米選手権では、スロートリプルアクセルの失敗等が響き、ショートプログラム4位と出遅れた。フリースケーティングでは、スロートリプルアクセルを見事に成功させ、フリー2位となるも、 総合点でわずか0.60.2位に及ばず3位となりバンクーバーオリンピックの代表を逃したことから競技での退位を表明した。井上は大会終了後自分が望んでいた通りの演技ができました。最高でした。これ以上望むことはないです。こういう形で終わることができて自分は幸せ者です。小さい子供にスケートを教えるのが夢でした。 しばらくゆっくりして、次のスタートを切りたいと思います。とコメントした。2011年10月31日、女ジ児ジを出産した。2015年8月現在、第二子となる女ジ児ジを妊娠中である。井上は、長野オリンピックのシーズン初め頃、当時40歳代半ばの父を肺がんにより失い、日本代表選考争いにも敗れ一時はスケートを、やめていた時期もあった。 スケートを再開し、ペアを求めて渡米した後も苦難は続き、レッスン代と生活費念室のため、土産品店でアルバイトをしていた。十分ない装代もなく、自身の裁縫による衣装で出場した大会もある。渡米後、肺がんに罹患するが、幸いにも抗がん剤治療をもって感知する。この治療も入院することなく、通院で済ませ、抗がん剤の副作用に耐えながら、アルバイトとレッスンを続けた。 井上は、この通院治療中のレッスン中に、誤って落下してしまい頭蓋骨を骨折している。一時は、意識不明、前歯をほとんどなくすという、大怪我をし、後遺症で心的外傷後ストレス、PTSD に悩まさ、さらには卵巣を片方破裂させて、卵巣摘出する事態となり、辛い闘病生活を送っている。しかし井上は、 終始一貫病気などを一切言い訳にせず、練習、競技に打ち込んだ。そんな井上を理解し共に競技生活を歩んできたのが、ゲンペアのボルドウィンであった。二人の生きる姿と人間性は、スケート競技の力量以上の感動的なストーリーとして多くのメディアが取り上げた。トリノオリンピック終了後の2006年3月14日付、新聞赤旗読者の文芸欄に、 祖母、泉久美さんの、いつわしに名を刻むジャンプ飛び切って玲奈は、やったと声援の中、という短歌が掲載れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。